はい、気合いクラブ、今日は10月21日、はい、21、今日のゲストは鳴海健二君です。イエーイ、イエーイ、お疲れ様。いや、お疲れ様です。本当。はい。呼んでいただいてありがとうございます。本当持ってる？持ってますよ。木屋さんに呼んでいただくなんて、レジェンド中のレジェンドですから。そのレジェンドってやめろよ。そうですか。はい。全然レジェンド、口回ってないですよね。レジェンドじゃないよ。いやいや、とんでもないですよ。なんかね、最近ね、そういう対応の人が多くなってきて、なんかね、変に持ち上げられて気持ち悪いんだよね。ああ、そうなんですね。今までさ、なんていうの、ペイペイだったから、そっからの割と同世代の連中いるじゃん。俺の札幌だとハードロックヘビーメタル系の人しかいないけど、同世代って中では一番ペイペイだったから、だから俺はこう若い人と自分よりね、楽しくバンドがやりたいなみたいな活動をずっとしてたわけで、だからね、なんか別にレジェンドでもなんでもない感が俺の中ですごくあって、まあそうなんですね。我々から見れば僕もまだペイペイなもんで、そうか。最近どうしてる？最近はですね、僕はもうなんかサポート業とかレッスンとか結構忙しい感じで、おかげさまでね、いろんな方からこう仕事をねいただきまして、あちこち行って、昨日までユニキョに行ってライブやってましたみたいなね。そうですね。フェイスブック見たらなんか地方巡業してるな。地方巡業系多いですね。でよく時間できたな。今日ですか？いや、今日はね、もう全然夜は空いてたんで、夜はね空いてることは結構多いんですよ。まあレッスンやったりとかもしてますけど。俺夜が忙しくて大体。あ、逆に。逆にレッスン系は全部夜だ。ああ。ああ、そうか。この番組はね、札幌だけに限らず、北海道を拠点として活動しているアマチュアもしくはインディーズのギタリストを呼んでいろいろお話を聞こうという企画がある。そういう企画なんですね。そう、で、条件的には、今メジャー契約がない人、めんどくさいんですよね。メジャー契約あるとちょっとめんどくさいんで、今メジャー契約がない人、過去あっても構わない。過去も今もないです、僕は。過去も今もない。よかったよかった。結構ね、過去メジャー契約のあった人が何人か出てるのよ。ああ、そうなんですね。でビビりながら配信したんだけど、まあ大丈夫だったかなみたいなことです。だから一応ほら、最近はさ、なんていうの、アマチュアミュージシャンってさ、どこまでがアマチュアなのみたいな、ありますかね、そういうの。だってさ、例えばさ、鳴海はさ、もうミュージシャンじゃん。まあそうですね。とりあえずギター弾いて飯食ってんじゃん。とりあえず。とりあえず。けどさ、いわゆるメジャーデビューはしてないよな。そうですね。で、世間的にはプロミュージシャンっていうと大体メジャーデビューしてる人を指すよな。ああ、確かにそれがそういう考え方ありますね。おおむね。だとしたら、じゃあメジャーデビューしてない人はアマチュアなのかっていう考えた時に、じゃあ俺とか鳴海とかとりあえずギターで飯は食えてんだけどみたいな、でもメジャーデビューはしてないよみたいな人は果たしてアマチュアなのか、難しいっていうことを最近ちょっとこの番組を今年の1月からやってるんだけど、悶々と考えてるんですか。なんかもう 2,3 ヶ月ぐらい前からどうなのかな考え出したんだけど、悶々とどう思うそれ、自分はなんだ定義として。いや、まあでも実際にね、演奏をすることによってお金を得てる、シンプル、かなりシンプルに考えて演奏をすることでお金を得てるのであれば、もうそれはもうプロフェッショナルだなっていう感覚はありますね。プロフェッショナル、シンプルにね。けど世間的にはさ「え、アマチュアでしょ?」って言われちゃうんだよな。ああ、そのメジャー、さっきそうそうそう、メジャーで CD が出てない、うんね、インディーズで自主制作みたいなのがあっても、うんね、一応ほらバーコードももらってるのにダメみたいな、メジャーじゃないからダメみたいな。じゃあメジャーデビューしますか。どうやってCD 作って、いや CD は作るけどデモテープを送って、どこに、ソニーとか、ソニーにソニー受かる自信がある？ないっす。ないないのか。いや今までね、ハードロック系の、まあハードまでいかなくてもとにかくロック系ギタリストばっかりだった。ああ、そうなんですね。ずっと。で今回初めてちょっと毛色の変わったやつが来たっていう。フュージョン的というか、クロスオーバー的というか。まあそうかもしれないですね、確かに。ロックではあるけどちょっと外れの方みたいな。外れのちょっと別なアイデアを使って弾いてるスタイルと違うとこの人みたいなのが今回初めてなの。あ、そうなんですね。大体今まではロック系、もう大体もう話聞いてても半分ぐらい聞いたらあと想像つくような、俺だったらこうだったでしょ、ああだったでしょ、へえみたいな人が多かったんだけど、鳴海賢治はね、俺全くね予備知識がない。君は一体いつからギターを始めたの？僕はね、12歳から始めまして、母親のギターがずっとうちにあったんですよ。それでなんかマーチンみたいなどでかいドレッドノーズのアコギなんですけどね、それを小学生の頃からもうずっと家にあったんですけど、小学生の頃は弾けませんでしたね、さすがに。手がでかくて、ギター自体がでかくてですね。で中学校入って体が育った時に弾いてみたら、おお弾けるじゃんってなって、でなんかビートルズの楽譜とかあったんで、それをジャカジャカ弾いてました。実はさ、兄貴いるよな。います。双子の兄がね、双子の兄が、兄貴もギター弾くじゃん。そうなんですよ。木屋さんにはよくお世話になりまして。いや全然俺が世話になったんだけどさ。いやいやいや、兄貴には。兄貴もさ、なかなかうまいじゃん。いや弾きはかなり弾ける方だと思いますね。2人とも同じくらいの時期に始めたの？そうです。本当中学校入って5月4月だったか5月ぐらいにはもう2人とも弾いてましたね。じゃあ当面のライバルは兄貴なの？そうです。その時はそうでした。当時は2人で、セッションしたりとかしてましたね。2人でセッション？まあじゃかじゃか入ってこの間今ね、兄はパゴタに住んでるんですけど、先日なんか会社の仕事で札幌で会社の中で集まりになるって言って帰ってきて、で、実家に泊まってたんで、またじゃかじゃか仲良くセッションした。仲良くね、兄貴とおじさん2人でじゃかじゃかやってました。夜中に。兄貴とさ、性格全然違うよな。違いますかね？違うと思うな、俺は。でも多分違うかもしれないですね。見た目は似てるけど、双子だからダメだけどさ、性格がさ、なんか正反対だよな。兄の方がね、多分社交的な感じなんですよ、僕からすると。あ、そう？より社交的な感じがします。僕はそんなにそうか。ああ、いやなんか推しの強さ、推しは賢治の方がある。あ、推しっていうのは演奏のってことか。それは性格的なもの。演奏はだって性格じゃん。まあそうですね。性格的に兄貴ってさ、引っ込み思案じゃない割と。ああ、そうですかね。ああ、そんな感じか。なんか俺の印象だとね、ギターを通してしか知らないけど2人も、でも兄貴の演奏も俺見てるしさ、一緒にセッションしたりもしてるしさ。そうですよね、旭川でね。で賢治のライブとかも俺見てるしさ。ああ、来てくださいました。ちょこもこ遊んだりもしたからさ、やっぱ押し出し感はさ、お前の方がある。ああ、ありますかね。まあそれで生きてますから。兄貴はさ、出せば押し出すもの持ってるくせに出さないよな、あんまりな。ああ、そうかもしれないですね。で、出せよ出せよって言うと、やっとこう、じゃあちょろみたいな、ちょっとだけ出しましたみたいな。そういう印象があるから。そうそうそう。旭川ではね、本当世話になってあるんですよ。いや、まあでも彼もね、楽しくやってたらしくて、そうだった。やっぱり札幌だったら結構アマチュア同士でね、アマチュアの皆さん同士で一緒に演奏したりとかそういう機会ありましたけど、旭川行ったらそんなにね、そういう場がなかったんで、その木屋さんセッションがね本当にすごい良かったんじゃないですかね。ちょうどよく最初面白かったよ。そうです。初めて兄貴が来た時に大西君がケンジだと思って「あ、そうなんですか、あれ？」って「どうしたの？」って「いやどうしたの？」って「こっちに住んでるんです」「え、こっちに住んでるの？」って話かみ合ってない。そうですよね。なんでやねんってなります。そうそう、めっちゃ面白かったけど、あ、そうなんだ、中学生に入ってこないと。そうなんですよ。その頃のアイドルは、その頃はギターアイドル、いや、まずあれですね、ビートルズ、ジョージ・ハリスンと、あとね、その中学校の入ってしばらくして、まあ当時やっぱりグレイとか流行ってたんで、そういうの聞いてましたね。で、母親に、まあちょっと失礼な言い方かもしれないです、そういうの聞かないでもっとこういうの聞きなさいって言われて、聞き出したのがレインボーとか。ハードロックじゃん。そうっす。ディープパープルとかね。レインボーの、ちょっと待って、おふくろさんっていくつなの今？60ですね今。じゃあ俺の方がはるかに近いね。俺と5歳しか違わない。あ、そうそうか。世代的には、世代的には俺のちょっと上ぐらいだから、レッド・ツェッペリンとディープ・パープルの世代の人だね。そうですね。でもツェッペリンよりはディープ・パープル派で、かなりリッチー・ブラックマン派ですね、どっちかというと。おふくろさんがハードロック派なんだ。そうなんですよ。なんかジェネレーションギャップを感じるな。ああ、そっか。そうですね。そこが僕は直撃じゃないですかね、一世代上が。そうだな。いや、なんていうの、そのおふくろさんの世代、まあほぼ俺の世代だから、やっぱ当時ディープパープルとかってすごい熱い感じだったんで。いや、そうなんでしょうね。本当羨ましい。みたいな、こういう感じのノリだったんで、だからおふくろさんと多分俺話し合うと思う。多分そうですよね。めちゃめちゃ話し合うと思う。でその息子世代がどうしてこうなった。まあロック中学校の2年とか3年とかはもうずっとロック聴いてましたね。そういうふうにロック聴いてたんですけど、高校入ったらやっぱりロックもいいけど、もっとブルースとか、いわゆるフュージョンとか、そのラリー・カールトンとかね、あとスタッフとか、コーネルズ・ブリー、コーネルズ・ブリー大好きなんですよ。あ、ラリー・カールトン、みたいな。そうそうそう、めっちゃ練習しましたね。でもソロは完コピしてなかったですけどね。俺辺がさ、全くダメで、まずね、俺の時代はさ、耳コピなんです全て。100% 耳コピ。資料とかそんなにないほどないですよね。全くない。譜面なんか絶対ないから。そうですね。あったところで読めなかったし、だからさ、耳コピしようと思ったらフュージョンのコードってもう聞き取れないんだよ。そうですよね、本当聞き取れないです。ペロローンってなってて、なんだこれってなって終わるんだよ。そうそう、なんだそれって、どうやって教えてるんだよって、全く想像もつかないから。でもさ、ディープパープルはさ、簡単なシンプルですね。誰でも弾けんじゃんみたいな感じだったから、もうそっからね、抜け出せなくなった。でもずいぶん前にこの音を覚えたんだね。そう。でもね、どこで使ったらいいか分かんないんだよ。 B のフラット13ですかね。そう。E マイナーに行く、ですね。こっち来て、こっち来て、こっち来て、こんな感じ。そんな感じですかね。こうか。マイナーセブン系。マイナー、はい、そうですね。おお。ジョージ・ゴージですか、みたいな感じ。これをさ、耳コピーできなくて。ああ、耳コピー、僕もそんなに耳コピーしてる感じじゃなくて、やっぱりギターをなんか触ってたらこう音を見つけて、あ、この音がかっこいいなみたいな、そういうふうに覚えてった感じがありますね。あ、この音はあの時聞いたあの音みたいな。そうそうそう、はい、それでそういうなんかテンションの音みたいなの覚えてると。そうだったと思います、確か、記憶では。へえ。うん、あんまりこう僕もその例えば教則本とか、うん、そういうのを見て学ぶっていうのがあんまりこう好きじゃないというか、まあ性格的に無理そうだよね。面倒くさがってて結構面倒くさがるじゃないですか、基本的に。なのでそういう小難しい理論書とか見たりするのすごい面倒くさかったんで。ああ、分かる分かる、俺も面倒くさかったもん。いや、面倒くさいですよね。完コピとか、ソロの完コピとかね、僕やったことないです、ほとんど。本当面倒くさくて、はいはい。俺も30代半ばぐらいまでやったことがあった。ああ、そうなんですか。うん。でも30半ばぐらいの頃に一度完コピしないとそれの本質がわからないんじゃないか、理解できないんじゃないかって思うことがあって。で、俺地味編好きじゃん。そうですね。地味編なんかさ、毎回やること違うわけで二度と同じプレイしないじゃん。だからじゃあ適当でいいじゃんと思ったの、最初。自分なり解釈でやっても自分の解釈でいいじゃんみたいなさ、思ってたんだけど、いくらやってもなんかヘンドリックスに聞こえない。ヘンドリックスの曲はやってるけどヘンドリックスに聞こえないで、悩んだ末に一回完コピして、そのヘンドリックスの指癖なり手癖なり何なりっていうのを自分の中にこう叩き込まないと、ああいうサウンドにはならないんじゃないかって思ったことがあって、でそれからね、極力完コピするように努力している。見習わないと。努力してるけど、はい、あまりできてない。だってめんどくさいんだもん。だってさ、完コピしてさ、はい、完コピの状態で人前で演奏することないじゃん。まあそうっすよね。いわゆる箱番とかでやったりとかするときは完コピするときあると思うんですけど、うん、そういうのなければね。箱番もさ、はい、最近あんまり知らないけど、はい、なんていうの、完コピしてる箱番って見たことないじゃん。箱番やってる人ってさ、ぶっちゃけうまいじゃん。まあそつなくうまい感じ。大体さ、もう素人じゃないじゃん。で、箱番なんだからプロじゃん、ある意味さ。だからさ、オリジナル通り弾いてなくてもかっこいいんだよ、それなりに。イケてる感があるわけよ。で、だからさ、でも多分さ、なんかのタイミングで俺完コピしてんじゃねえかなって思う。影でこっそりで、その完コピしただけど、そのまんまお客さんの目にあるのはちょっと照れるなみたいな。じゃあこう自分なり解釈を加えたアレンジでこう演奏しようみたいな感じが箱版かなと思って。僕この間ホテルカリフォルニアのギターソロ全部弾きました。某お店で弾く機会がありまして、完コピ？完コピで、完コピできてたかどうかわかんないですけど、ミストンはね、ありましたけどね。要は自分的には完コピ？自分的には完コピでやりました。恥ずかしかったです、結構。あれ恥ずかしいよね。はい。違う。ハモリどうしたの？某鍵盤奏者が弾いてくれたんで、そこはサウンド的には申し分なく。そう、はい、あれってさ、はい、どっち弾いた？このリリオとかこっち、こっちですね。それって高い方だっけ？どっちですか？わかんないっす。どっちでしたっけ？なんか違うぞ。なんかそういう詳細なところまでは全然わかんないですよ。これさ、詳細に覚えてるやつっているのかな？いや、どうなんですかね。まあ、名曲だからいると思うけど、身近なとこでいないよな。いないっすよね、多分ね。やろうぜっつって一発でバッてハモったの見たことないんだな。過去一度もいろんな人のやってるのを見ましたけど。そうですよね。ここの音はこうでみたいな、全部分析してみたいな。そういうのないって思いますけど。ないよね。俺なんか今日のエフェクターなんかいいな。今日ですね。8月にね、入手しました。サンズアンプの、キック21から発売されてるですね、フライリグ5っていうエフェクターなんですけど、これ2台目なんですよ。先代のやつ持ってて、発売してすぐ買ったんですけど、まあ、全然すごいいいんですけど、ライブで使うにはちょっと、かゆいところがね、全部、かゆいところがあって、例えばブースターが前後入れ替えできないとか、はい。あとはセンドリターンがついてないとか、いろいろあったんですけど、それがこの最新モデルになってですね、僕が不満に思ってたところが全部解消されたんですよね。僕の声が通じたかのように、はい、通じたメーカーに通じたかのように、不思議なんですよ。それで思わず買った。そうです。チューナーもついてました。はい。あ、すげえ。はい。でもまあ440固定なんで、生ピアノとかいたらちょっと無理ですけど、びっくりな感じになるけど。はいはい。そうなんですよ。442とかにはならない。442とかにならないですね。うん。あとまあディレイとかリバーブも音質2つあるとか、歪みもドライブも2つのドライブがあるんですよね。これがメサブギースタイルのちょっとハンドベルの。そうそうそう。もう一つはもう一つがマーシャルですね。こっちの方が安心するわね。ああ、まあ平さんもそうです。なんか聞いたことあるの。もう一つのはね、で僕はね、あんまりね、聞いたことない音だから。僕はなんか世代的にはこっちです。なんかさ、先が丸くて太いじゃん。ああ、そうなんです。俺細くて尖ってるのが好きなんだよ。ああ、なるほどですね。僕は本当に今言ったように先が丸くて太いっていうのが好きですね。オーバードライブとかに近い感じ。好みなの。正反対の。オーバードライブをもっと歪ましたみたいな感じの、なんかちょっと丸い感じの太い、ボトムカッとしてるような歪み。そうですね。僕はそっちのタイプが好きなんですよね。俺はもうジャッキンザックンザックンのもうトゲトゲしい感じが大好きで、聞く人が聞くと音軽くねっていうぐらいの感じが俺は好きだから、さっきのマーシャルモードの方が俺は好きかもしれない。マーシャルモードです。ってるから。どうすかこれ。いいな。試しますか。いいのか RG で。さすがですね。面白いな。ブーストもできます。ちょっとジャリジャリ言いましたね。これだとさ、なんか80年代ヘビーメタルの音だね。ああ、そんな感じですか。こっち系の音だよね。あとみたいな。バンヘイレンディア。面白いな。これいいですよ。サウンドがもう。これいくらするの？これですね。4万ぐらいします。はい。でもアナログエフェクターがそのプリアンプとあとディストーション2種類とあとディレイとリバーブとあとチューナー。モジュレーション系は入ってない。モジュレーションは今ですねディレイにちょっとモジュレーションがかかってるんですよ。あ、そうなんだ。はい。ちょっと今ね、プレイのモジュレーション切ったり今回ちょっと音すっきりしたな、今のディレイの、これが波が、あとキャビネットシミュレーターも入ってるんで、アップなしでも。こういうアップでもバッチリな音が出ますね。いいね、これね。これおすすめです。おすすめだ。やべえな。買いそうになっちゃう。これやればもう僕、昨日のライブもホールだったんですけど、昨日のライブ、これでやってました。それ1個これ、まあ最低限コーラスとかつなげてましたけど、は受け取れると。でも、まあ、要はループがついてから使えるのね。そうですね。ええ、これ1個でね、ことだけ足りるんですよね。ちょっと木屋さんのギターで弾いてみたいんですけど、いいですか？ RG で。RG。はい。このギターが変なんですね。下落ちて終わってしまいそうな。そうですね。この悪魔のエフェクターズに。悪魔のエフェクターズ。はい。ずっと弾いてられるというね。面白いなそれ。はい。ぜひぜひ。このギターも面白いですね。はい。これは本当。最初ねこっちのポットにスイッチポットがついてて、ブリッジ側がハンバッカーとシングル切り替えられるようになってたんですけど、やっぱりやっぱりここ頻繁にいるんでスイッチポットはちょっと弱いんですよ。弱なんかはいそれではいなのでもう普通のポットに変えてでもうブリッジ側は完全にハンバッカーしか音が出ない状態になってます。ブリッジピックアップがハンバッカーだからロックもできますって言ってたよね。そうそうそう。別にシングルだってロックできんじゃん。いや確かにそうです。まあゴン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 みたいなこういう、まあシングルで、まあ、やることもねできると思うんですけど、ちょっと僕的にはなんかもっとこういう6弦のパワーコードとかの時はなんかちょりっというよりはゴンゴンゴンみたいな感じのサウンドがね、そういう音が好きだってことね。そうそうそう。ザックワイルドとか好き。もう大体俺さこういう音だから。ああそういうクリーンだからね、あまり太い音好きじゃないんだね。ああそうですね。なんか弦の音がさ、ゲーンってなってる感じ、あれが好きなんで。ああビリビリってなってる感じ。このピチピチ感、そうですね、パキパキっとこうする感じですね。なるほど。ちなみにさ、ギタリスト誰が一番好き？僕はですね、まあ時期によって違うんですけどね、最近はリッチー好きですね。リッチー？リッチーブラックマン好きなんですよ。いつぐらいのリッチーがいい？93年ぐらい。93年って何やってるの？ディープアップルがね、再結成してしばらく経ってもリッチーが抜ける直前です。再結成パープルの最後のリッチーみたいな。そうそうそう。そこがね、好きなんですよね。なんかポイントだな。そのなんかちょっとそのいわゆる1970年代のね黄金期っていうよりは90年代のよりなんかエッジの立ったサウンドの方が好きなんですよ。ライブインシュトゥットガルトっていうアルバムがありました。それで多分その時はリッチーはレースセンサーピックアップ。あ、そうなの？はい、レースセンサーで、当時多分その時にエングルのリッチー・ブラックマンのシグネチャーアンプが出た時期だと思うんですけど、そのぐらいの時期のサウンドがすごい好きなんですよ。それがね、それ中学2年生ぐらいの時にずっとなんか聴いてましたね。それもね、母親がね、あれですよ、近所にあるその CD レンタル屋から借りてきて、それをテープに焼いて聴いてたんですよ。それをずっと聴いてなんか育ったんで、その後なんですよ。その後に本当の当時のマシンヘッドを聴いて、あ、なんかサウンド全然違うなとかってなってで、そのアルバムライブアルバムはもうギターソロとか全然違うこと入れてるんで。違うよね。はい。で僕それのハイウェイスターのソロっつったらそれで覚えてたんですよ。ほう。で、はい。それじゃなくて。じゃなくて。それじゃなくて全然それを覚えてて。で、そのマシンヘッド聞いたら、あ、こういう感じになるのかみたいな。本当はね。本当は。本当はこの。みたいな。店で先日演奏しました。あ、そう。ちょっとさ、もうさ、ハイウェイスターとかさ、何百回もやらされてない？ああ、まあ確かにそうですね。結構、ああ、でも世代的にはそうじゃないのかな。俺はもうね、世代的にドンピシャだから、もうね、死ぬほど聴かされてるよ。マシンヘッドの曲は。あ、僕はでもあれだ。そんなに弾いたことないですね。2回か3回ぐらいしか弾いたことない。世代的にやっぱそこ違うね。はい。まあそういうお店にあんまり出入りしないっていうのもありますからね。そういうハードロック系の。ああ、なるほどね。はい。お店にあんまり出入りしない。俺はもうハードロック系の店しか行かねえから。ああ、そうだね。っていうか、よその店行ってもさ、なんかつまんないんだもんって。わかんねえしさ、全然。知らないことばっかりやってるからさ、何それとか言うと、みんなさ、なんか、結構ね、うざっていう顔するんだよね。なんか聞くじゃん。さっき変な、そのなんだか、かんだか、こんな、ドリームシアターみたいなコードあったじゃん。それ。G シャープマイナー7の9ス。こんなのさ、わかんないからさ、何それ聞くじゃん。聞いたらさ、説明するのめんどくさいみたいな顔されるんだよ。あ、そうなんですね。割と口には出さないけど、もう表情で分かっちゃうよ。そういうオーラ出すんだよ。お前うざいみたいな。ああ、それはちょっと嫌ですね。だから行かなくなっちゃった、そういう店。ああ、そういう、それ系のとこには。なんかね、僕は説明したがりです。説明したいですね。そうやってさ、さっきも言ってたけど、音を探してるうちにそうなったみたいな感じ。そうそうそう。あ、この感じかっこいいなみたいな。こう弾いてるじゃないですか。あと、例えばこのフォームは結構一般的ですよね。このまあね、Eマイナーですよね。ここにこれ人差し指足したらとか、こういう響きになるなとか、ちょっと爽やかな感じになるなとか。イレブンズですね。フラットナインズ、シャープナインズあれですか。シャープナインズのちなみに変更のこれのナインズがフラットしたやつ、小指の音がこっちに来たやつですね。これに一弦の下こういう不思議な音になってる。G の音、G の音だけ残して、あと他全部違うまま弾くとか。とかでずっと遊んでます。こうやって。それで使えそうだなみたいな。そういうところ。なんかね、見えてきた。兄貴とケンジの違いが、違いが、兄貴は多分それやらないと思う。多分まあどうなんですかね。そういうなんか研究じゃないんだろうけど、なんかコピーするのは、既存のやつをコピーするのは多分ね、兄の方が得意だよね。なんかいろんな曲知ってそうだもん。だって、そうですね、兄貴知ってるっていうか弾けそう。そうなんですよね。だけどそういうなんかさ、オリジナル曲を作るのにちょっと必要なパターンとかっていうのは苦手っぽいよな。あ、もしかするとそうかも。軽くね、この公共の電波でディスってますから。軽くディスって、ディスってるわけじゃないんだけど。ディスってるわけじゃない。違いです。ケンジと比べてってね。いや、普通のそこらのやつよりははるかにうまいと思うよ、兄貴は。俺はぶっちゃけ兄貴とケンジとどっちのギター好きって、俺兄貴のギターの方が好きだから。あ、そうですか。実は本人を目の前にして言うのはなんだけど、ね、あ、でもね、それね、俺ね、大石君にさ、ずいぶん前にいやー、鳴海健二の話がどうのこうのってなって、ああ、そういえばあいつ最近頑張ってなんか売り出しだよなみたいなことを言ってたの。で、その時に俺が、でもあいつはまだまだだ、言ったの、俺が「ケンちゃんまだまだだよ」って言ったら「おいしくの?」って言ったの。何とかなんですかね、気になる。木屋さん悔しがってますねって言って「え、なんで?」いや、要は成美健二がうまいから俺が嫉妬してるんじゃないかっておいしくに言われて、あ、そうなのかなと思って。いやいや、そんなことないでしょ。だから悔しいから、もう絶対俺成美健二を褒めないことにしたんだよね、それ以来。どんなにうまいなっても絶対褒めないみたいな、どんなにいいプレーしても絶対褒めないみたいな。いや、でも木屋さんに褒められるようにちょっと頑張りたいですね、本当に最後まで。だけどね、頑張ってるなと思っていつも見てるよ。ああ、ありがとうございます。嫌いじゃないから。ああ、よかったよかった。嫌われてなくてよかった。いや、むしろ多分好きだから。いや、本当ね、うまいなと思って見てるのいつも。ああ、ありがとうございます。けどさ、なんかね、やっぱ若さが邪魔してる感がある。ああ、若さが。選曲がさ、例えばさ、渋い曲とかを選んだ時に渋さが出ないんだよ。ああ、まだまだですね。元気が出ちゃうんだよ、元気が。そこ元気じゃねえよって俺は思っちゃうんだよな。俺はもうさ、元気ないからさ、世代的に。元気、めっちゃ元気じゃないですか。元気のない世代だから、そこは渋くいかなきゃダメじゃんみたいなのをこうある程度分かっちゃってるから。でもさ、俺が弾くとさ、元気いいんだよ、ガーっていくから、いや、今うまいんだけどそうじゃねえんだよって俺は思っちゃうんだよな。で、俺その話を大西君にしたの。そしたら「木田さんは嫉妬してますね、成美健二がうまいから」クソ!」みたいな。そうか、じゃああいつのことは俺はもう二度と褒めない。もういくつなんでしょうよ。僕34っす。ああ、どう、おっさんだな。おっさんっすね、だいぶ。もう若そうじゃないんだな。まあですね。そろそろ認めないとダメだな。いやいやいや、もっと頑張ります、認めれるように。いや、本当いい時間だな、今日は。いや、今日楽しい放送だな、めちゃめちゃ。あ、よかったよかったよかった、来てよかったっす。あとね、コーネル・デュプレイとか好きです。ギター、好きなギターの話に。おお、はいはい、スタッフ、はいはいはい。俺そこら辺がさ、ほとんど聞いたことないから具体的にパッと浮かばないんだよ。あとね、マイケル・ランドとか。ああ、それはわかる、なんとなく。地味編みたいな感じですからね。はあ、それね、なんだっけ、あいつ、ああ、もうダメだな、年だな、名前が出てこなくなってるよ。ファイヤーバード使ってるやつ。ジョニー・ウィンターですか。違う違う違う、若いんだよ。若い、多分40そこそこぐらいの、30代後半か40そこそこぐらいのギタリスト、外人で、バイアバードとかゴールドトップのレスポールとかを使う、何さっきやつシグネーチャーモデルのエピフォンから出てたんで、ファイアバードワンピックアップのやつ。ああ、全然わかんない、誰だろうあいつ。あ、ダメだ、出てこねえよ。もやっともやっとしたよな。ちょっとこれをなんだろう、あれピックアップ、そのブリッジピックアップだけのファイアバードがシグネチャーモデルとして出てたんですか。そう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 、それが出てるんだよ。なんつったかな、スラッシュとかじゃないですか。スラッシュだね。それこそクロスオーバー、フュージョンロック系の。あ、出てこれ、なんつったっけ。ジョー・ボナマッサ。ボナマッサ。はいはい。そう。とかは聞かないの。ジョー・ボナマッサはね、聞かないですね。聞かないんだ。はい。俺は地味じゃ好きなんだよ。ああ、なんか噂で聞いたことありますよ。木屋さんが某ドラマーの新田さんとジョー・ボナマッサの話で盛り上がったとかって言ってました。ああ、この間新田さんに会ってきたよ。あ、どこですか。名古屋で。ああ、名古屋で。あ、そうだ、ちょうど今名古屋行って大阪行ってとかってやってますから。そうですね。俺たまたま先週か、茂雄さんのとこ行って、はい、さっき茂雄さんが新座さんとライブやるって。ああ、なんだそれと思って、見に行くっつって行って、この間会ってきたばっかりで、相変わらずだってあの人。こう。それって絶対やる、絶対やることあ、出たみたいな、得意技みたいな。そうですね。あれがないとやっぱりドラムソロが締まらないという。そうだね。得意技ある？得意技は、結構前からよくやってるフレーズがあるんですけど、例えば E マイナーの曲とかあったら、E、G、アルペジオをこういうふうに違う弦でやるんじゃなくて、2本の弦だけでアルペジオをストレッチフォーム使って。例えば D だったら D マイナーのキーとかだったら、でこれを半音ずらしてやったりする。スキッピングのアルペジオを最近練習しますね。ほう。メジャーセブンス。それあれだよ。あいつまた名前出てこない。もうダメだな、脳みそがね、ダメになってきてます。ミスタービッグのギターだったやつ、ポール・ギルバートさん、ポール・ギルバートさんやってるやつ。そうですね、スキッピングがやってますね、よく。すんごいなんかこんなような、できないよ。こんななんか弦一本一本飛んでんだよ。ああ、よくやりますよね。本当。それこそもうとんでもない話で弾いてるんですよね。すげえとか思ったけど。あれはすごいです。でも俺は使わないからいいや。確かにこれ練習はしてるけどあんまり使ってないです。ライブではそんなに使ってないです。さっきのこれはい。これは結構使いますね。ちょっと練習してる。スイープと組み合わせたりとかしてやってますね。それはさ、何でしょう、教本とかじゃなくてもう研究したの？そうですね。あ、でもこれについてはね、バジル・フェイトンがこれ弾いてたんですか。これよく弾いてて、あ、かっこいいなと思ってパクらせていただきました。で、あとはスイープと組み合わせるのは自分で考えましたね。これがさ、同じ音いっぱい出てくるじゃん。ああ、はいはいはい。ありますね。ここがさ、一緒じゃん。同じですね。異弦同音ですね。これをさ、スティーブ・バイがやってたのをパクって、スティーブ・バイはもうちょっと複雑だったんだけど、あんなに複雑に弾けないから一番楽なところだけ引っ張り出したら、なんかこうかなって三拍子。自分のフレーズを捉えて、みたいな。アルペジオもそっち側のアルペジオも混ぜつつ、難しい。かっこいいですね。すごい。最近疲れてそういうことしなくなったんでもう普通にこうそっちのもうこれで、アルジー地味にも弾くというの方にだんだんこれ傾いてきてる。最近ねバンバンって弾かなくなってきた。そういう落ち着いた、そうね、弾けなくなってきた。指がもう回らない。なのでね、もうちょっと健二君にちょっといろいろ教わろうかなと。いやいやいや、木田さんに教えるなんてそんな。はいね、また、はい、俺が余計なこと言ってると西君に怒られるからさ。まあ、ということで、はい、楽しい時間はあっという間に過ぎるという感じで、もう完全になんか飲みながら喋ってる感じですね。そうですね、雰囲気が。なんか告知とかあるのね。告知はですね、今のところはちょっと、いわゆるリーダーライブ的なやつはね、なくてですね。あ、でもあれだ、10月26日。10月26日？今週の土曜日ですかね。はい。に、エルマン号でですね、僕の尊敬する風間康弘さんプロデュースの元シンガーソングライターが3名ほど出演する、ね、ライブがありまして、うん、その風間さんがアレンジして、そのシンガーソングライターの、そのオリジナル曲を、ね、アレンジしてやるというライブがありますので、はい、うん、3名シンガー3名、あ、風間さん含めて4名か。この間なんかちらっとあったけど、あんまり喋ってる時間もなくて終わっちゃったな。ああ、そうですか。うん、僕も風間さんと7年ぐらいの付き合いになるんですけどね。はい。いつもケンちゃんケンちゃんっつって可愛がっていただいて。はい。この間ジョニーと写ったような写真、最近ジョニーと一緒なの？秋も一緒です。ユニチョウで某シンガーさんの。あいつもだんだんおっさんになってきたな。でもなんか10キロぐらい痩せたって。マジで？はい。痩せた方がいいよね、健康のために。健康のために。だからかなりシュッとしてますね。うん。はい。相変わらず怖い顔してたけど、まあいいや。そうですね、怖い顔、本当怖い顔してるんですよね。怖い顔してたけど。でも面倒見がいいんですよね。あ、うん、それは後輩に対する。あいつ変わってんだよ。後輩にはすっごい優しい。ああ、はい。先輩にはね、なんかこう対抗意識を燃やしたい。ああ、確かに。そう。うん。もう俺は対抗意識申し上げたことないから、まあ先輩だと思われてないんで、多分。よし、ということで、もう時間が来たので、締めちゃいますか。結構いい感じの時間ですね。もういい感じの時間です。俺はね、今月何かあったかな。ライブ。ライブはもう来月11月、あ、でももう今月ないから。来月11月の2日、名古屋でファントム・オブ・ソロのライブが今池の3スターというライブハウスであります。名古屋の人、もしよかったら来てください。はい、そうですね、名古屋の方、そう、名古屋の方で、11月の3日は札幌クラップスホールで、タイガーフェスっていうのがあります。あ、タイガー、そこにね、俺はちょっとツェッペリンとして、お、いいですね、ちょっとツェッペリン、ちょっとだけツェッペリンに似てるから、ちょっとツェッペリンなんだけどというバンドで、ちょっとページになっちゃう、ちょっとページになってると思います。地味なページ。地味なページじゃなくて、ジミー・ヘンドリックスじゃなくて、地味ページなので、ちょっとページ。ちょっとページ。な感じが、ぐらいかな、11月の頭は。あとは、例により、今週は、フリーセッション、あさって、ブロコでやってます。あ、そうですか。そう。あさって、もし夜が空いてる人いたら、ブロコに来てセッションしましょう。飲み会です、僕。飲み会なんで、終わったら行きます。あ、そう。はい。じゃ、待ってるわ。はい。ブロコ。ブロコで。ギター持ってない。ギター持ってないと思うんですけど。あ、ギターあるから。はい。ストラトを襲ってあるから。はい。ストラトなど、テレキャストがありますからね。はい。まあ、ということで、キャヘンクラブ、今日はこの辺で、いや、ちょっと、また呼ぶわ。あ、ぜひぜひ。話足りないから。また、ぜひお願いします。月曜日の夜だ。あ、そうか、基本月曜日の夜なんですね。月曜日の夜なんで、また連絡するわ。わかりました。ぜひぜひ。ということで、遊びに行きます。底辺クラブ、ここら辺で、今日は締めます。来週じゃねえよ。次回は11月の3日あ、11月3日になってるけど、11月3日、俺ライブ、あ、違う、4日だ。おお、やばい。びっくり。ダブルブッキング。ダブルブッキング、そうだった。あわや。11月の4日ですね。はい、放送は。ライブは2日3日です。2日が名古屋で3日が札幌っていう大変な、すごいですね。移動してる。だから3日の日俺飛行機で夕方ぐらいに帰ってきて、そのままクラブソウル。うわー、家に帰らずに、多分家に帰ないと機材を入れ替えないと名古屋の機材じゃできないんで、そんな感じですね。で次の放送はその次の日の4日なので、多分名古屋とクラブソウルの報告会みたいな感じで行こうか、ゲストがまだ決まってないので、誰かギタリストを出たいそうな、出したいでもいいけど、いたら紹介して。わかりました。ということで、ではまた次回、さよなら。